はい、おはようございます。から農園です。今日はネギの、補助で、石灰窒素を入れたいと思います。こちらは、ペルカですね。ネギの補助で、今回は、これを40キロ、使いたいと思います。主にですね、ネギの補助でいつも作っているとこと、また違うところに今年は作付けするようにします。まあ理由としてはですね、昨年残念なことにネギの盗難の被害に遭いましたので、作業場から近いところにネギを作付けするということなんですけれども、その補助が雑草がちょっと生えやすい、補助になりますので、この畑ですね、一年生雑草、この雑草の、種もこれで、抑制しつつ、線虫とかもですね、まあ、畑の改良ということで、これを石灰窒素入れたいと思います。まあ、これは別の肥料で、あの補助で使う予定です。これキャベツですね。ということで、その他にいろいろと、まあ、入れてきたものですね、資材の方なんですけれども、石灰窒素、このブロードキャストですね、で、散布していきます。まあ、こちらにもあるんですが、これは、家庭菜園用動画で、ご紹介をした、発酵鶏糞とかですね、ぼかし肥ですね、いろいろな草木灰などを使って、紹介してきたものになります。まあ、別で山積みにしてあるものがあるんですけれども、これはもう出来上がってますね。どれかな、こっちですね。はい、これ中身です。ちょっと視聴者様からですね、ぼかしはどのぐらいになったら出来上がり、目安になるんですかということなんですけれども、あまり水を入れないで普通に、このような土の袋などに入れていただいて、1週間おきにこれを中をこう揺さぶっていただく。でそうすると、まあ最初は熱が、手を突っ込むと熱い、まあ熱くはないですね。あったかいですけれども、その熱が何回か切り返して混ぜていくと、いずれ3週目ぐらいから熱がなくなります。で、匂いもですね、鶏糞とかを入れているものであれば強い、まあ米、そう、魚のカスとかも結構匂いが強いんですが、その強い匂いがなくなります。で、ちょっと甘酸っぱいような香り。プラス、そうですね、トウモロコシのような感じですね。トウモロコシの、まあ、粉というか、そういった香りがします。本当柔らかい優しいような香りに変わってきます。で、熱がないということですね。そうすれば、使っても大丈夫です。まあ、こういったものを、畑のネギ畑の方はですね、400キロ、入れてあります。で、あと AG 不眠ですね、腐食さんの方を、同じく400キロだったかな、160キロですね。腐食さんの方を AG 不眠として、160キロ巻いてあります。 AG 不眠と、ぼかし、そして、今回はこの、石灰窒素ですね。これは40キロ、として、ネギの元ごて、となる、ものですね、なります。で、もうぼかしなどはもう1ヶ月以上前から、散布してありますので、今回がこれが最後の、まあ、元肥となるものになります。これを入れてブロードキャスターで、散布した後は、ロータリーですき込んで、それからネギの、まあ、定食までですね、あとはもう一度攪拌して、から定食するようにします。ちょっと遅くなっちゃいました。いろいろとですね、作業が、他の作業が今重なっておりまして、まあ、本来でしたら石灰窒素はもう少し前に入れておくのが、まあ、望ましいんですが、たまにですね、こういう時もありますが、特に今までそれで遅くなって、何か問題が生じたということは今まで経験ではありませんので、まあ、最低でも2週間近く空ければ、大丈夫だと思います。一応この散布方法はですね、としていろいろ、まあ中にはあるんですけれども、まあ作物名としては野菜類で芋類、対してですね、まあ線虫が出るものであれば猫ブ線虫に対しては、10R あたりですね、50から100キロ。
で、1年生雑草の雑草を抑制するとしては、10R あたり、50から70キロということです。で、ネギの場合は40キロでやっていきます。で、そしてこれが、使用方法なんですが、野菜類に関しては、まあ、後期前に、まあ、全面散布ですね。まあ、土の中に混ましてくださいということで、普通の化成肥料と使い方は同じです。で、家庭菜園の方も雑草が毎年生えて困ってるんだよなという方は、石灰を、こういったものをですね、入れる。まあ、駆動器石灰の場合はちょっと別なんですけれども、まあ、タンカルとかですね、他にカルシウムの、まあ、サンライム、とかをお使いであれば、この石灰窒素を使って石灰を入れないで、まあ、石灰の代わりとしても使うのもいいと思います。で、雑草の種が、多く流れ込んできて、雨によって流れ込んで、で、どうしても毎年生えてしまうような畑に使うと、多少ですね、なりとも、ね、雑草の抑制効果は認められますので、おすすめです。ただこれをやったからといって、完璧に雑草が抑えられるかといったら、それは一概にはそれは言えませんので、少しでも省力化されたい方は、こういうのもやってみるのはいかがでしょうか。で、線虫の方にもですね、効果がありますので、線虫の被害、悩まされている方、夏野菜としてですね、これからトマト、キュウリ、ナス、ピーマンなどなどいろいろな作物がありますが、そういったものにも使えますし、まあ主に私が使っているのはほうれん草で、使っているんですけれども、夏野菜でも、十分使えますので、参考にしてみてください。じゃあ、こちらの方ですね。これからブロードキャストちょっと取り付けてから、畑の方で、撮影の方していきます。はい、ネギの圃場に来ました。こちらが、堆肥ですね。ぼかしを入れて、地踏みを入れて、で、すき込んだ後に、プラソイラで、爪で、入れておきました。この並々になってますよね。これが爪で、やっておいて、約2週、3週ぐらいですね、置いておきました。そしてこちらに、これから、石灰窒素ですね。このペルカを使って、2体。20キロ2体で40キロ。これを 10R あたり、ちょうどここ 10R になりますので、家庭菜園動画でご紹介をしてきました。まあ、一応夏ネギですね。長ネギの夏取り。一応9月を狙ってなんですけれども、少し遅めなんですが、直売所出荷用として、専用としてですね、こちらをやりたいと思います。品種としては、北志望さんの、ね、タイガーのトドロキ。もう一つが、まあ、毎度おなじみの夏扇4号になります。はい。じゃあ、こちらの方ですね、進めていきます。
はい、ブロードキャスターで、石灰窒素ペルカを散布して、それからロータリーで、耕しておきました。まあ、10R やろうと思ったんですけれども、なんだかんだ 20R 耕しました。まあ、これで、準備は完了ですね。あとは定食まで、苗の様子を見ながら、あと天気ですね。天気がまだ、今朝方も霜ががっつりと降りたので、ちょっと今のところ様子を見てます。まあ、氷は張ることはなかったんですけども、まあ、井戸水が、凍ってしまうぐらいですねの気温だったので、まあ、マイナス5度ぐらい、あったでしょうか。まあ、一応9月の上旬から、まあ、収穫が、まあ、できればいいかなというふうにですね、考えているんですけれども、まあ、これもまた天気次第ですよね。なんとも言えないんですけれども、一応その収穫を狙って、一発目が、夏尾祇園号と、大岩トドロギですね、そちらの2品種を使って、栽培をしていきます。まあ、ついでにこちらの方は、まあ、家庭菜園の動画としてご紹介をしていく専用の補助として、やる予定なんですけれども、まあ、その後口で、半々で、夏尾祇園号を、まあ、秋冬取り、まあ、越冬させて2月頃まで、まあ、収穫ができるように、おいおい作業工程などをですね踏まえて、ご紹介していければなと考えております。腐食さんがだいぶ、効いたんでしょうかね。まあ、畑の土もかなり柔らかいです。で、まあ、夜はかなり冷えるんですけれども、日中は相変わらず暑いぐらいです。まあ、さすが半袖ほどではないんですが、まあ、今日はちょっとですね風が強く吹いているんですけれども、風がない日でしたら半袖になりたいなというぐらいまで、気温が上がります。というわけで今日は、長ネギの補助ですねの作付けの準備として、こちらに石灰窒素をまいて、混合してですね、準備という紹介になりました。またわからないことがありましたら、コメント欄にて、コメントください。いつも、ご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価ボタンもチャンネル登録よろしくお願いします。